大阪は本当に歴史が古い上に非常に日本の大きな変動期に大きな役割を果たしてきたのがこの大阪でございます。豊臣秀吉がこの大阪の地から天下の一統を成し遂げました。そして太平洋をもたらし、江戸時代天下の台所と呼ばれ、先進的な世の中、信用取引が発達し、その中で堂島では世界に先駆けて先物取引が行われていた、それが大阪であります。商いの町、あるいは今でも中小企業の町でございます。しかも大塩平八郎というですね、大阪府民の民の生活を守るために資材を投げ打って立ち上がった、そういった人物を輩出した町でもございます。尾形公安の敵塾もここです。そのような豊かな文化を誇る町、それが大阪でございます。自由活発にして活力のある、そんな大阪が今維新を名乗る政党によって疲弊しております。維新というのはそもそも文化が持つ、あるいは文明が持つ底力を再び復活させる意味です。もっと言えば王朝を復活させる、そういった意味合いの言葉なんです。復古です。国体を立て直す、そういった意味の言葉が維新という言葉です。古いものをつないでいくという言葉であります。それが維新という言葉なのに、ありがとうございます、ありがとうございます。そんな看板を掲げながら全く逆のことをやっているのが大阪維新の会でございます。大阪府知事選に立候補しております、稲垣秀也と申します。稲垣秀也、この名前覚えておいてください。大手のマスメディアに抹殺されている稲垣秀也、ぜひ名前を覚えておいてください。そして本当に危険人物なのかどうか、危険なことを言っているのかどうか、ぜひ自分の頭で考えてほしいんです。危険人物のように扱われている、それが私稲垣秀也でございます。